お疲れ様です。長倉です。今日もですね、プロデュースさせてもらいました、スタンフォードオンラインハイスクールの星校長のですね、6冊目の著書になります。この全米トップ校が親に教える57のことから、この57のうちの一つをですね、ちょっとお伝えしていきたいなというふうに思います。57ね、全部はもちろん伝えない、今日がね、最後になるかなと思いますんで、まあこのね、チャンネルでは7個、この57のことから7個だけね、取り上げらさせてもらいましたが、まあそれ以外の本ね、読みたかったらですね、ぜひこちらの本を買ってもらえればなと思います。税込み990円だと思いますんで、まあね、お手頃かなというふうに思ってます。まあ繰り返しになりますかね。なんで、この本をね、プロデュースさせてもらったかというと、やっぱり科学的な根拠がある、ものっていうのをみんな学ぶべきだなと思ってます。なかなかですね、日本の教育現場っていうのは根拠ないことが多いんですよ。ルールで決まってるからとかね。なんでですかって言ったらルールが決まってるからと。それって何の意味もないじゃないですか。しかもそれが何十年も前のルールだったりとかするわけですね。それって完全に社会に合ってないですよね。やっぱ科学がこれだけ、ね、発達していってるわけですから。なので、その辺の科学的根拠に基づく、親にね、教えてること。まあ、ペアレンティングなんてね、概念があるわけですけれども、ペアレンティングではまあ、ペアレントって親なわけだから、親のどういうふうに、ね、教育するか、みたいなところだと思いますが、まあ、そういった部分も含めてですね、この本に凝縮されてますので、ぜひ、読んでもらいたいなと思います。で、今日はですね、2ヶ月待とうよっていうのがね、この本に書いてありました。これは何かっていうとですね、なんかこう、勉強とかやらせたりとかした時に、子供が全然伸びない、結果が出ない。まあ、運動なんかもそうなのかもしれないですけど、まあ、子供がなかなか結果が出ないという時にはですね、もしかしたらその方法が今の子供の発育過程に合ってないかもしれない、もしくはその子の個性に合ってないかもしれないという時がありますよね、というのがこの本に書いてありました。その時に思い切って教材を変えるとか、ね、やり方を変えるとか、習うことの場所を変えるとかね、いろいろ変えてもいいんじゃないかというのがこの本に書いてあるわけですけれども、じゃあ変えた後にね、どれぐらいじゃあ待てばいいのというのがあると思うんですね。変えた後に、まあ変えてね、すぐなんか成果出ないですよ。この本の中にも書いてありましたけども、あくまでも少しずつ、ね、習慣っていうのは少しずつ変わっていくのと同じように、脳っていうのも少しずつ変わっていくというようなことが書いてありますけども、そう考えた時にですね、どれぐらい待って、ね、そのじゃあ新しくね、やり方を変えた、新しく教材を変えたと。うん、それも合ってるかどうかは不安じゃないですか、やっぱ親としてはね。うん、その時にじゃあどこを判断するのか。2ヶ月待ちましょうと書いてました。今言った通り、人の脳とかって、ね、ちょっとずつしか変わらない。ということで、とにかく2ヶ月待ちましょう。でもこれね、すごく重要だと思うんですよ。どれぐらい待つのかって。うん、結構ね、なんか、まあ、俺なんかをこうビジネスを教えてたりとか、まあ、若者にね、こう、説教を垂れたりとかするとですね、じゃあ、どれぐらいまでね、結果出るまで辛抱したらいいですかとか、いろいろあるわけですよ。その時にやっぱこれでね、2ヶ月なら2ヶ月とかってね、期限が決まってるってすごく安心しますよね。いつまでやってればいいんだっていうふうに思っちゃうんじゃなくて、この2ヶ月、待ちましょうというふうに書いてあります。このね、2ヶ月待ちましょうってすごくね、いいんじゃないかなというふうに思いますんで、もうこれをね、知るだけでも、ね、非常に、なんか新しいアプローチとかにチャレンジしがいがあるんじゃないかなというふうに思います。ということでですね、今日も、この全米トップ校が親に教える57のこと、こちらのね、スタンフォードオンラインハイスクールの星智弘校長の、本からこの57のうちの一つを、お伝えしました。このチャンネルではですね、57個のうちの7つを紹介させてもらいましたが、まあ、残りはですね、ぜひこちらの本を読んでもらえればなと思います。ということで、また次回お会いしましょう。